こんにちは、ブルーホースです。本日もビヨンドやってまいりましょう。今回はもうさらに前、一番前の時系列に戻ってってるっていうところかな。空想の友達ということは、もしかしたらエイデンとの初めての出会いのパートになるかもしれないね。寝てるところに襲いかかってくると、おー、いきなり超常現象始まったね。ポルタガイストゥー。クマちゃんに憑依してる。これは動かしてるのか、憑依してるのか、どっちなんだろうな。ちょっと待って、ホラーかよ。おはようございます。冬、雪が降りしきる朝。そう、今日はメリークリスマねえ、ジョディ、一日中そうしてるつもり？や、お尻がつっちゃうから、そん暑ないことなけいよ。ど。だって寒いもん、私夜苦手だし、夜じゃねえや、外が苦手だし。もう前回ね、トーク磨くわって言っておきながらね、いきなりね、昼なのに夜というもう謎の発言。全然トーク力磨けてねえわ。やべえな。クリスマスなのかな？トナカイとかね、色とかある。あ、もうエイデンいるじゃん。もうエイデンいたわ。じゃあ、明かりつけましょうか。あれ？違うわ。これは？こうかな。ライトアップ。あ、この時は仲良かったのかな？ライトアップしたことを喜んでるよね。え？これは？さらに燃え盛る。これ、やばいんじゃない？火事にならない？セーフ？椅子を？えいでん？えいでん？急に積み木？何が起こったの？そりゃそうなるわな。え、それを何も、一瞬驚いたけど何も言わずに淡々と直すママはすごいな。エイデンの存在知ってるの？もしかして。どっか行こうか。エイデン？これ母子家庭だとしたら、実はこのエイデンってお父さんだったっていうオチにならない？大丈夫？お？これはかの有名なと思ったけど、ウサギだったね。いや、うるかと思ったけど、違うね。バスロー。ここでなんか動かせるあれはないのかな。アメリカって、ほぼその1ヶ月くらいホームステイしたことあるけど、だいたいトイレ、バス一緒だよね。ビジネスホテルっぽいっちゅうか。これもなんかできるのか。これ、まさかだけどさ。違うな。お。まさか。まさか。あ、違うね。なんか真ん中に井戸が出てくるとか。で、なんか白い服着た女性がジ出ョてきたディ、りとか。ねえ、どうかしたの？いやー、なんでもないよ。井戸なんか映っ何てでないもから。ない。何も見てない。髪の長い女性も見てないし、なんか下をギョロッと向いてる女の人の目を見てないし。大丈夫、大丈夫、気にしないで。あとは何かできることがあるわけでもないか。こっちに行けるあれでもないしね。これじゃあ一旦戻って、じゃあ一日中そうしてるつもりとも言われちゃったんで、とりあえず2階に戻るか。これなんか何をするみたいな、そういう指示系的なあれもないもんね。とりあえずじゃあお風呂入ってさっぱりするか。なんかできることあるかな。あ、あるね。あ、鏡を見ようかな。今日も私綺麗に映ってる。何今の？エイデンってやっぱお化けなの？霊体っていう扱い？そして今の叫び声にママジョ何も反ディ、応して手くれ伝っない。てくれる？ガレージから油を取ってきてくれない？分かった、取ってくる。了解しました。それよりも叫んだ娘を気遣うということをしてくれないんですか、ママさん。そうか、ダメですか。普通にガレージってこっから出てったらいいのかな？だね。ガチャ。ジョディ、ど寒い。こに行くあの？れ？別に、ちょっあれ？とガレージって外こっ見ちてかただら行くんけ。だよね。あれ？違うのか？ガレージ？ガレージって普通外にあるんじゃないの？家の中から行けるの？あ、隣接してんのか？アメリカの場合は。ここか。なるほどね。で、電気をつけましょう。電気をつけましょう、ぼんぼりに。全然明るく。明るくなってなくね？
暗っ。で、ガレージから油を取ってきてちょっと言われたんだけど、え、待って、え、ホラーだよね、これ。ホラーになってるよね。エイデンでできることも何もないし、戻る。進んだ。え、ちょっと待って、暗すぎへん？こっちでいいのか？油は。油んぬ。オイルどこ？オイル？あれ？あれ？進めないね。ちょっと待って、オイルどこよ？まず電気つかないのか。電気をつけたいのに電気が全然ついてないから、私が果たして今どこを歩いてるのかっていうのが全然わからないし、見てる皆さんもっとわかんないよね。あったわ。油。オリーブオイル。オリーブオイルでかっ！そして寒そう。おぉ、ちょっと待ってよ。暗くしたらさ、怖いよ。ほら。暗すぎて怖いし、なんであんな首だけのマネキン置いてあんの？ここ何の家よ？これドア急にバタンって閉まるんじゃないの？閉まってってるし、ドア。いや。開けて。あー、いた、よかった。ふぅ、いや、マジで、ジョディと同じ気持ちだね。とか、オリーブオイルでかくね？マジで。こっち向いて、ほら。オリーブオイルだよね。オリーブオイルってさ、250ml とかさ、180ml とかさ、なんかそんなに大して大きくないサイズで売ってることが多いけど。さすがアメリカ、違うね。ママ持ってきたよ。はい。ありがとう。取り方が雑だな、おい。ママ抱きついてもいい？ママご飯作ってるの。そうか。それでもママに抱きつく。ねえねえ、ママ。どうしたのよ。かわいい子ね。どうしたの？あのね。ギュッてしてほしくて。ジョディ、ハグが大好き。おいで。ああ。ありがとう。それだけで十分だよ。でもなんかね、あの首だけのマネキンはガレージに置いとかない方がいいと思うよ、ママ。暗闇でなぜか目だけが映ってるの怖くない？で、ジョディでどうしたらいい？これ裏庭出れたりする？裏庭には出れない。あ、ブランコある。ほら、ジョディ。何、ジョディ？外で遊んできたら？いいの？さっきは外、さっきはあなた、どこに行くつもりだって言ってたのに、今度は外に行ってこいよって言われちゃった。じゃあ外行くか。あんまり気乗りしないけどさ。ここでなんかエイデンでできることある？生きてる人間はこうやって青色になる。ちょっと待って。めっちゃ気になる。外行けるね。ああ、これ以上はいけないと。離れすぎと。離れすぎの、その定義がちょっとよくわからないんだけどね。ちょっとだけ登って、じゃあこれを。これは？ああ。なんかラジオを勝手につけとこうかな。ああ、なるほど。昭和のアイテムだったってことね。これでも、で、これで、もしかしてママを操れない。おかんを走らせただけかな。ちょ、謎の振り返り。なるほどね。じゃあ、ちょっとあったかい格好していきましょう。靴履いて、そう。マフラーをまずはつけ、じゃあ、ダウンジャケットだったわ。で、靴しっかり履いて、うわー。冬。ザ・冬。外で遊ぶって言うけど。ジョディ、どこ行くの？え？そっちじゃないでしょ？もう、外の定義が難しいわ。ガレージは家の中に隣接してたし、中庭で遊べってことだったのね。そっちじゃないでしょって言うんだったらさ、もう初めからさ、外って、難しいなぁ、日本語って。英語で喋ってるんだろうけどさ。まあいいや。今行く。え？誰に言われたの？待ってるよとか言われたの？そういうこと？今の今行くは誰に対しての返事？最高。寒いし、つまんないし。あんたには関係ないか。あ、エイデンと喋ってんの？そう、寒くないんだ。だから今からリフティングするよ。サッカーできる。サッカーできるけど、蹴れないよね。でも外で遊ぶっつってもさ、何にもないよ。こんな中ブランコってさ、やる？もしかして、まさか。やるんだ。やれるんだ、ブランコ。ファンがでかいね。ちょっと待って、あ、ブランコ、乗れた。
じゃあエイデン押して。パン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 。了解。この時はエイデンと出会ってたんだ。もう一丁パーン。え、今バカって言われた。あれちょっと待って、もういい、どうせつまんないし。めっちゃ白いんだけど。あれ今なんかどっかでなんとかなんとかバカって言われてなかった。え、ちょっとどこ向いてんだ。つまんないしって言ってる。え、どっかにお友達かなんかがいるのか。あ、画面がすごい。あ、お隣さんがいるんだ。うわー、どこも広いね。いいなー。あー、いたわ、いたわ。じゃあこの子たちを乗っ取ったらいいのかな。うぃー。ここは離れててもいいのに。あ、違うな。あ、お、知らんかった。右クリックでなんか反転できる。え、ちょっと待って。ねえ、聞こえた？道路からだよ。仕返ししてやるからな。あ、なるほどね。向かっていこうっていう話か。了解了解。私も混ぜて。思いっきりぶん投げてあげるわ。相当足取りが重いが、それともなんか5キロくらいの重りでもつけてんのか。よいしょ。1。あ、覗くだけなのか。あの男の子、かっこいい。これなら楽しめるかも。お、いいね。どっかから混ざれないかな。それとママに。いけないのは分かってる。うん。だけど5分遊ぶだけだってば、ママにはバレない。うん、バレないと思うよ。よっしゃ、行こう。登れる？大丈夫？行ける？行こう。ああ、ダメか。そもそも脱出が不可能だった。てかママ目の前にいるし。分かったよ、分かったよ。エイデン、あんた最高。ママ思いっきり見てるけどね、向き的に。大丈夫？ママにバレない？これで5分で済まなくて、ママにバレてボコボコにされるとかっていうオチだったら、なんか遊ぶ遊ぶ。あ、仲いいんだ。急いで隠れな、じゃないとやられるぞ。お、じゃあ C。 OK、 いいね。え、コントロールうまっ。暗え。あ、いた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 。女の子にそんなことするけ。あれちょっと待って。あの、操作が効かない、操作が効かない。あー、いた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 。いけたいけたいけた。よいしょ。なるほどね、そういうことか。で、ここで狙いを定めて、あー、届かないところに。で、シフト。イエーイ。で、隠れるってことは C で隠れるわけじゃないのか。じゃあ、うわ、最低。女の子相手に、しかも顔面ナイスショット。お前はもう死んだ。捕まえた。あ、やられた。うわ、セクハラや。やめてよ。世代に関係なくセクハラされるような。うわ、それはちょっとセクハラやな。もはやパワハラの世界やな。これエイデンがなんかやっちゃうんじゃないか、もしかして。あ、やっぱりな、エイデンがなんかやっちゃうんだ。あ、ちょ、それはやりすぎじゃないですか、エイデン。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。エイデン、やめて。おー、ちょっと待って。大丈夫？生きてるよね。お前ら見たか？俺を殺そうとした。逆です。こいつが何したか見ただろ。こいつは魔女だ。絶対魔女だ。いやいや、お前な。何が？雪玉を顔面にすりつけといて殺そうとしたのはどっちなんだ。に帰るぞ。さあ、来なさい。うわぁ、最悪。子供ってこうなんだよね。パパにボコボコにされるんだ。道路で何をしていた。庭を出るなと言っただろう。あ、みんなが遊んでたから。パパなんだ。一緒に遊びたかったの。あの子に一体何をしたんだ。違う、逆。ないよ、エイデンだもん。エイデンは私を守ろうとして。いいか、お前の作り話もうたくさんだ。ああ、そういうことね。許さないぞ。ねえ、やめ。エイデンが怒ってるよ、身勝手なパパに。子供の話は一番聞いてあげなきゃダメでしょ。子供の話も聞かず、他人の子供が言うことを鵜呑みにして、で、娘が悪いんだって言うんだったら、父親やめたらと思うよね。
まあまあ味方なんだね。味方だから博士の教授のところに連れてってくれたわけだよね。もう旦那いねえんだ。旦那ってかお父さんいない存在だと思った方がいいね。うん。ママ。一緒に寝てくれない？怪物が怖いの。あ、そう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 。そうだね。そのエイデンとその怪物っていう存在が何なんだろうな。できれば部屋の明かりつけといてあげた方がいいんじゃないかな。どうなんだろうそのあたりは。まあ難しいところだけどね。あ、なるほどね。薄明かりをつけといてあげるけど、ちょっと待って。これ、大丈夫？これ、まだバーン開くんじゃない？もうどっか行ってよ！パパとママに嫌われた！あんたのせいよ！あ、どっか行きました。あんな風に怒らないで。そうだよね。まだ子供なのよ。そう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 、ママの言い分が正しい。子供？この子の力を見た。力っていう言い方がまずおかしいよね。あれは、あれは化け物だ。自分の娘のことをよく言うんだね。よくそんなことが言えたな。趣味になって考えることがあるじゃないか。俺たちがやられるかもしれないんだぞ。バカなこと言わないで。やられるってなんやねん、その言い方。手に負えない猛獣だ。何をしでかすか分かったもんじゃない。同じ屋根の下にいるんだぞ。もうそうなるくらいだったらね。聞こえてるんじゃないか、全部これ。ちょっとこれ話聞きに行こうか。で、話は終わったの？まだあるだろう、いろいろ話してること。夫婦の話でそんな簡単に終わるのか。あ、出たー。手に負えない時にこうやって手を握って安心させようとするできない男っていうかダメ男のもう常套手段だよね。とりあえず女性は女性の手を握っておけばなんとなくこう分かってくれるって思ってるかもしれないけど、こんな状況の中で共感以外でやろうとしたところで何にも意味ないからね。手を握ってあなたのことついていくわってならないから。うん。さあ、エイデンとじっくり話し合おうか。こっから、ジェイソンが出てくるわけじゃないからね。とりあえず、お人形さん握って、ギュッとして、ハグして、ハグ大好き！さあ、それはいいとして、エイデンと喋ろう。なんかさっき一番でエイデン出てきてたね。怖がらなくて大丈夫、エイデン。エイデンは味方なんだよな。その怪物っていうのが何なんだろうな。何も怒ったりしないわ。起こすのはエイデンだからね。怒ってんのかよ。エイデンめちゃめちゃ怒ってんじゃん。おお、ちょっと待って。急ぎ急ぎ。パパママ早く。ジョディ。もうちょっと待って、分からなくなってる。パパ力が弱い。ドアぶち破れ。そう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 。大丈夫？いざという時に頼んないパパだったら、こういう時に抱きしめてあげなよパパ。怪物はいないって言ったのに、ママの嘘つき。そうなるよな。エイデンは直接何かを触れるわけじゃないから、やっぱ何か怪物がいるんだ。エイデンについてる何かがいるのか、それともエイデンとは別で何かがいるのかなんだな。てか、あんなにさ、娘がキャーって叫んでさ、クッキーを食べなかったってクッキーあったんだ。全然知らなかった。いい子かどうかもわかんなかったし、写真の入った箱見逃してるし、ガレージを時間内に出れないことがあるんだね。悪い子のパターンとか、てかそもそも庭に出た時点、庭っていうか、遊びに行った時点で悪い子な気もするけど、写真の入った箱ってなんじゃ？あ、自分の部屋にあったのかな？なんかいろいろとこう、うん、少数派のルートを辿れてないね。ちょっとそろそろ少数派ルート辿ってみたいな。うん、なんか大胆な選択肢とかあったらやってみたいなっていう気はしますね。はい。ということで、ちょっともう、ただただ、ダメパパにちょっとね、うん、なんとも言えない感情を覚えた回でしたが、今回も最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ということで、また次回のパートでお会いいたしましょう。バイバイ。